こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。今日は2021年11月に着たい服として21点紹介させていただきます。何かのね、参考にしていただけると嬉しいです。それでは最後までよろしくお願いいたします。まずはトップスカラービームスプラス別注のループウィラースーパーヘビーウェイトクルーネック。ヴィンテージのディティールを取り入れつつ、硬くなってしまう一歩手前で寸止めしたヘビーウェイトの釣り編みスウェットで、まあ、とにかく生地にこだわったスペシャルな一枚。これからの季節はね、特に僕の中では必需品で、もう手放せないアイテムの一つです。柔らかくって、着心地も良くってね、あったかい。もう最高の一枚。まあ、今月からね、メインで着ていきます。で、続いても、ビームズプラス別注、ループビラーのスーパーヘビーウェイトパーカー。さっき紹介したクルーネックのパーカーバージョンになります。クルーネック同様、両 V ガゼット仕様でヴィンテージな雰囲気もあってね、いい感じなんですよね。クルーネックバージョンの方は他にも色を持ってるんですが、このパーカーに関してはね、グレーだけ持ってます。重さも厚さもあるんですが、柔らかくてね、着心地は最高レベルで、他のパーカーとね、もう着比べるとね、もう段違いです。ずっと着たい永遠の定番アイテムの一つです。で、次がフーディニーのパワーエアクルー。ポーラテック社が環境に優しいフリースに代わる構造を開発した新しいファブリック。デコボコした特殊なカプセル構造で、その中に中綿と空気の層を含むことで保温性を確保するというね、斬新な発想で、まあ、触ってるだけでね、もうなんだかね、楽しいんですよね。ちなみに荷物の梱包時によく使われているあのプチプチがね、開発のヒントになったそうです。大きくざっくり着たいなと思ってサイズを少し上げてます。リラックスした雰囲気がね、作れて特に気に入ってます。で、次がマムートのアルティメイトソフトシェルフーディー。ゴアウィンドストッパーを使ったソフトシェルジャケットで、マムートのね、定番のアイテムの一つです。で、僕が持ってるのは二つ前かな、旧型のモデルとなってます。両サイドがジッパーで開けられたり、サムホールがついていたりと、ディティールもね、よく考えられています。で、とにかくシルエットがね、めちゃくちゃ綺麗なんですよね。首周りのシルエットも絶妙で、もうこれ以上ないんじゃないかっていうくらい で、毎回着るたびにね、やっぱりいいなぁと改めてね、思わせてくれる本当に素晴らしいアイテムだと思います。で、次がパタゴニア RC ハイロフトジャケット。毛が長いハイロフトのポーラテックサーマルプロと、サイドのマチ部分のポーラテックパワーストレッチ、そして顎の部分のマイクロフリースと、まあ、3種類のフリースで構成された保温性に優れたフリースジャケットとなります。軽くて柔らかくって保温性が抜群で、もう着心地がね、とにかくいいアイテムとなってます。ちょうど今の季節にぴったりなんじゃないかなと思って選んでみました。もう廃盤になってるので大切に着ていきたいなと思ってます。で、次がアークテリクスのアトム LT フーディー。結構前のネイビーカラーのモデルを、まあ、ずっと着てて、ブラックが欲しいなぁと、まあ、ずっとね、思ってて、で、目に留まったのがこの 24K ブラックだったんですよね。まあ、いやらしくない色目でね、結構気に入ってます。2020年モデルで色々とアップデートされてるようで、より着やすくなったんじゃないかなと。チャンピオンのリバースウィーブとか、ちょっと分厚めのスウェットなんかと合わせていきたいなと思ってね、サイズを上げて購入いたしました。軽くて着やすくって、もうさすがアークテリクスの定番だなと、まあ、感じさせてくれるアイテムだと思います。冬本番になる前までね、ちゃんと着たいなと思ってます。で、次がパタゴニアのダスパーカー。持ってるダスパーカーが XS サイズとね、少し小さめだったっていうこともあって、サイズを上げて購入いたしました。もちろんね、中古品で、まあ、2004年モデル。付属部分も紛失していたり、右腕にね、少し穴が開いてたりしてたんで、相場より安く購入できて助かりました。サイズも上げたのでね、結構ざっくり着られるので、まあ、中に厚手のスウェットなんかもね、着られるようになって嬉しく思ってます。穴が開いてるので、まあ、修理に出すか、まあ、シールを貼ってね、目立たないようにするか、まあ、いろいろ検討中です。で、次がアボンタージのノーカラーライダースジャケット。製品染めされているので独特の雰囲気があってね、もう大好きなレザージャケットの一つです。ダブルのものやシングルのものもいろいろとね、レザージャケットを着てきたんですけど、僕個人的にはこのノーカラーのレザージャケットがね、まあ、一番今大好きで、特にね、気に入ってます。着丈も長く設定されているので、比較的ね、合わせやすいんじゃないかなと思ってます。で、何よりもね、フィット感がすごくって、で、柔らかくって、まあ、ちょうどいい感じに伸びてくれて、まあ、大好き。
コートの下なんかにも合わせることができるので結構重宝してます。で次がピークパフォーマンスのロンバードライナー。ベースボール T シャツみたいなサイドのシルエットが特徴の薄い中綿が入ったインサレーションジャケットになります。一応裏側はキルティングデザインのリバーシブルになってるんですけど、僕はフラットの方を表にして着たいなと思ってます。デザインもシンプルで、まあ、シルエットもスッキリしていて、大人のね、スタジアムみたいな雰囲気が出ていて、まあ、タウンユースにね、ぴったりなんじゃないかなと思います。真冬になるとインナーダウンみたいな感じでもね、使える優秀っぷりもね、結構好きです。で、次が90年代のオールドバブアのビデールジャケット。今現行で販売されているスリムフィットモデルではないモデルとなります。オイルドジャケット独特のあの匂いであったりベタつきであったりが、まあ、ちょっと苦手で毛嫌いしてた部分もあったんですけど、まあ、個体差にもよると思うんですけど、このビデールに関してはね、もう全然ベタつきもなくって匂いもなくって、いやなんか不思議だなと。本格的に寒くなるとオイルドクロスがめちゃくちゃ冷たくなって、まあ、着られないのでね、今のうちにね着ていこうかなと思ってます。で次がアボンタージのジェントルマンカーコート。ヴィンテージのカーコートからインスピレーションを受けて作られたというシングルのバルカラーコート。ゆったりした A ラインのシルエットに一枚袖のラグランスリーブとね、まあ、こだわりがたっぷりと詰まっていて、なおかつロング丈というね、最高の一枚。もちろん防水処理がされている高密度のギャバジンが使われていて、多少の雨なんかもねへっちゃらです。古着のバーバリーのコートとかも持ってるんですが、このコートの方がね着やすくって、個人的にはこっちの方が好みです。ただねちょっとね重たいのがたまに傷で。次がデサントポーズのウールミックストレンチコート。耐水圧が2万ミリメートルもあるウールがね少し混じった素材で作られたトレンチコート。耐水性はもちろん透湿性、防風性も備わっているので、まあ、活躍しないシーンはねほぼないんじゃないかなというくらいです。ちょっと生地の、まあ、パリパリ感っていうのはあるんですけど、まあ、全然それが苦にならなくって、でむしろねそれが形状維持にもつながってたりして、個人的に大好きなコートの一つです。一つ前に紹介したアボンタージのコートと比べるともう全然軽いので、まあ、ライトな気分でねトレンチコートが着られて、それに色々と重ね着ができるラフなシルエットっていうのもよくって、今月は着ていきたいなと思ってます。で次がパンツ。マムートの大のパンツ。クライミングジム用に作られたソフトで柔らかい素材のスウェットパンツになります。もう癖になっちゃうくらいとにかく着心地がよくってね、優しいんですよね。クライミング用ということで動きやすさもねちゃんと考えられています。立体的な裁断で動きの妨げになるようなものは一切ありません。しかもシルエットも細身で綺麗というね、スウェットパンツなのにスッキリしていて、もうめちゃくちゃかっこいいんですよね。スポーツはもちろんタウンユースでも着られるデザインなので、僕はね大好きです。で次がフーディニーのコミュートメント知能。フーディニーが提案するアウトドア要素を持った知能スタイルのパンツ。アウトドアパンツになりすぎない、なおかつカジュアルにもなりすぎない、まあ、絶妙なバランスを保ったパンツで、まあ、クラシカルなデザインというのも助かってタウンユースにねぴったりなんですよね。動きやすい立体裁断であったり、伸縮性があるストレッチ性であったりと、履きやすさにもねこだわったパンツでもあります。細すぎず太すぎないシルエットもよくってね、かなり気に入ってよく履いてます。今月もね履いていこうと思ってます。で次がダントンのベイカーパンツ。フレンチワークブランドらしいシンプルなデザインでね合わせやすくて重宝してます。あんまり太くなりすぎず、レギュラーなシルエットっていうのもお気に入りのポイントの一つで、ラフに着られるパンツでもあります。ちょうど今の時期にね、ぴったりなんじゃないかなと思って選んでみました。生地もね、しっかりしていて、当たりも出てきてね、いい感じなんじゃないかなと思います。で、次がマーガレット・ハウエルのワークパンツ。しっかりした厚手の生地が使われているタフな一本。当たりもいい雰囲気が出て、男らしさが溢れ出た妙に渋い一本でもあります。ざっくりとした太めのシルエットで合わせやすくってお気に入りの一本の一つです。今月は男らしさ要因で一本準備しておこうかなと思ってます。で次がオアスローの US スリムフィットファティーグパンツ。オアスローの定番ファティーグパンツのスリムフィットバージョンとなります。しっかりとした生地感のオリジナルのバックサテン生地はボコボコ感もあって、雰囲気はね抜群で、やっぱりねかっこいいんですよね。シルエットはファティーグパンツなんだけど、タイトな作りになっていてすっきりしたシルエットとなってます。
野暮ったいミリタリーな雰囲気とはまた違う印象で、いろんな服にね合わせやすいんじゃないかなと思います。今月に限らずずっとね定番として履いていけたらいいなと思ってます。今度はね通常のファティーグパンツの方も購入しようかなと思ってます。で最後に靴を紹介して終わりたいなと思います。まずはじめがニューバランスの 1700GRA、 90年代最後の高機能モデルとして登場した M1700 の復刻モデルとなります。とにかくね履き心地が良くって抜群のクッション性があって、もうね手放せないアイテムの一つ。ダサかっこいいデザインも僕好みで大事にね履いていきたいなと思ってます。で次がニューバランスの 990V4、 ファイナルエディションのオールブラックモデルとなります。990の V4 がまあこれでね最後ということで、2つのモデルが発売されたんですけど、アッパー全部がレザーということで、このモデルを即決して購入いたしました。やっぱりねかっこいいんですよね。990V5 になってからはね一足も買ってないので、僕の中では990シリーズ V4 でね完結したのかななんてね勝手に思ってます。1700同様ね大事に履いていきたいなと思ってます。で次がユナイテッドアローズサンズ別注のアディダスのマスター。ガラスレザーが使われていて上品な雰囲気がね気に入って購入したものになります。結構前に購入したものなので、まあシワがあったり汚れがあったりがちょっと目立つんですけど、月替わりで白のスニーカーはローテーションで履いてるので、今月はこのスニーカーをね履いていこうかなと思って出してきました。ガラスレザーはねちょっとねシワが深くなっちゃって、もう割れちゃったりもするので、まあ注意しながらね履いていきたいなと思ってます。息子が履いてる子供用のスタンスミスもベルクロがね3つあるので一緒だねってね喜んでおります。で最後がダナーのサービスシューズ。ボリューム感も程よくあって合わせやすくってねお気に入りの一足の一つです。ミリタリーイラストでヴィンテージの雰囲気もねそのまま残しつつ、イタリアのトスカーナのレザーでツヤを加えて日本製でね品質を高めています。なのでねめちゃくちゃ履きやすいんですよね。革靴なんだけど歩きやすくって疲れにくく、しかもね頑丈と、もう完璧に近い革靴なんじゃないかなと、今月ちょこちょこっと履いていこうかなと思ってます。ということで本日は2021年11月に着たい服として21点紹介させていただきました。何かのね参考にしていただけると嬉しく思います。本日は以上となります。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。チャンネル登録やコメント評価など、気軽にねしていってください。それではまた次の動画で、さようなら。